こんにちは、うたこですね。あ、そう、うーチャンネルのうたこですかな。あ、そうやね。緊張する。どうも、エムエマンです。はい、今なんですけど、今日はね、コラボ動画なんで、はい、じゃん。うーちゃんですね、うーちゃん。はい、そうです。うーチャンネルのうたこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのね、うーちゃんは私もうね、お友達なんです。まあ、急に冒頭でこんなこと言うのもあれなんだけど、もうお友達で、うん、で、うーちゃんはアニメとか、ね、漫画とか大好きなんだよね。そ う, そ, う そ, う そ, うそうです。で、でね、もうね、もう YouTube で、うん、そのね、なんか楽しく一番口とか配布してるよね、わーって。そうだね。なんかアニメグッズとか、いろいろ開封したりとか。そうだよね、そういうチャンネルですか。ね、そういうチャンネル、はい、どんな画角がいいかな。入ってれば大丈夫だよね、元か。あ、本当？こんな感じで。あ、いいじゃん、いいじゃん。垂れてるね。本当？あ、いいじゃん、いいじゃん。で、私ほら、フィギュアを塗ったりとか、うん、してるじゃない？ペイントね。そう、ペイント。もう素晴らしすぎる。いやいや、才能の持ち主ということで。で、うん、で、せっかくだからさ、うん、あの、なんかやってみるみたいな。そう。そうでいい。そうでいい。そう、でもね、なんかがっつり、うん、その塗るのもさ、うん、正直これ大変じゃん。多分ね、うん、できないと思うんだよ。できないかな。そう、難しすぎて。いや、でも確かにね、そもそも時間かかっちゃうからね、うん、そうだよね。だからさ、うん、とりあえずなんか、まあ、簡単に、うん、なんかわちゃわちゃやれればいいかなと思ったの。そうだね。そうそう。じゃあさ、なんかさ、めっちゃ簡単なやつ探してやってみる。え、やってみる。うん、簡単の探そう。え、超簡単のに。超簡単なんですよ。で、うーちゃんも、うん、そのなんか興味がある物にしよう。そうだね。うん、それを一緒に作ってみる的なね。そうそうそう。なんか作って、ちょっと塗ってみよう。なんかどうするかはそれ見て決めよう。うんうん。そうしよう。じゃあさ、うん、探しに行くか。どこがいいかな。時間とかで行く、とりあえず。オッケー。じゃあラジカンに向かいましょう。はい。じゃあ今からうーちゃんとラジカンに行って、うん、はい、これからまあお家来てもらって、うん、一緒にちょっとわちゃわちゃなんか塗ったりするものを探します。そうだね。うーちゃん、ラジカン着いたね。着いた。着いたね。じゃあもう探して。探して出てこよう。そうしよう。じゃあとりあえずラジカンに入りましょう。帰ろう。バイバイ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 。スイッチが入ってました。オッケーオッケー。はい、戻ってきました。戻ってきました。まあ私が戻ってきたんだけど。開封しちゃおう。はい、はい、買ってきたのがこちらです。うん、ポケモンのイーブイになります。はい、こちらです。ポケプラビッグポケモンプラモデん？ポケモンプラモコレクションイーブイだね。そうだね。イーブイは、うん、うーちゃんが好きなんだもんね。好き。好き好き。普通に好きな人多い気がする。うん、いやだってさ、ポケモンだってイーブイは人気っていう、あの、なんていうの、な、あ、人気っていう、あ、待ってね、人気っていう、あの、認識。うんうんうん。人気だよね。うん、人気ってイメージ。イメージ、ね、イメージ、イメージ。実際そうなんだもんね。人気だと思う。人気なんだよね。うん、可愛いもん、確かに。そうだよね。うん、でね、私プラモ実はね、うん、その最近教えてもらう機会があって、うん、プラモ初心者、本当初心者だったんだけど、うん、やったことがあったの最近最近。だから今ね、多分3体目ぐらいかな。そうだから私もほぼほぼ初心者なんだよね。なるほどね。そう、でもなんかすごい少ない、そのパーツ数が。そうね、めっちゃ少ないね。なんかこういう感じ。うん、ガンプラとかさ、あれすごいイメージあるじゃん。私もやったことないんだけど、ね、バーってあってさ、なんか細かそうだよね。そう、多分実際細かいと思うの、多分動画とか他の人の見ててもね。そう、だからこれをまず一緒に組み立てるところから始まる。オッケー。うん、オッケー。そっから塗り塗り。そう、塗るの。オッケーオッケー。で、こんな感じだから、うん、塗るじゃん普通は。塗る。え、でもさ、どうする、色とかどうする。あのね、うん、色はですね、うん、なんかあるの。そう、あの色違い EV っていうのがあるんですよ。うんうんうん、あ、なるほど。え、色違い EV っていう種類があるの。そう、うん、これが普通の EV、うん、そうだよね、これは分かる。私もよく見る。よく見るよね。定番だよね。 EV と言ったらもうこれってイメージだった。そう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 。なんだけど、うん、色違いっていうのが存在するのね。うんうん、どんなの。あのね、うん、なんか白っぽいの。見本ありますよ。
色違い EV の、はい、え、いや、そう、これはいや、これはやばいね。これはあの普通の EV ですから。こういうことやってくるんだな、マロ君は。これさ、めっちゃ今画像で差し込んでるかな、うん、わかんないけど差し込んでもらう。差し込んでもらおう、とりあえず。え、はい、なんこれ何色って言ったらいいかわかんない。なんか灰色がかってるっていうか、う、表現難しい、ね、そう、難しいと思う。なんか普通にオレンジとか、うん、一言で言えない感じだね。そうだねえ、だからそれも作らないとね、色。あ、作らないとね、絶対まあそれはお任せします。いやでもそうなんだけど、うん、なんか私ほらもともと知らんじゃん、あの色違いに。あ、そうね、まあ、今画像見たけど、うん、なんかいつもその見てる人的に、あー、この色いいかもっていう色で、うん、作りたいじゃん。なるほどなるほど。そう、もうこれあげるから、塗ったら、うん、そうだから、そのえ、あげる、あ、そう、あげるから、うん、今回はね、ありがとうございますでも私はね、うん、あのね、MA ちゃんが塗ってくれたのが、うん、あのもらえるのが嬉しいから、うん、あ、失敗作でも何でもいいから。あ、そうだったら、だったらもうね、そうそうそうだからさ、楽しくやろ、うん、あ、今日は取扱説明書があったけどさ。あったね。このこれ見ただけで頭混乱しちゃうわ。めっちゃわかるそれ、ね、これね、この教えてもらった時に、うん、取扱説明書あったんだけど、うん、あれを見ながらやらないとでもできなかった。いや、できない。なんかこれ 見ながらやってたんだけど、うん、やっぱり見てなくて、うんうんうん、で、うん、できないってなって、うん、見たら書いてるみたいな、うん、ね、本当にだから取説もじゃ大事なんだって思った。取説ね、うん、で、こっからやってこう、順番通りに。まず、うん、A7 と E211、 ここに多分必要なパーツを、うん、まず切り離す。切り離す、うん、なんかね、順番ずつ切り離していくんだって分かんなくなるから。なるほど。多分合ってると思うんだけど、うん、ここをマジこうやって、ほら、あ、本当だって感じで、これだけ取るね、私じゃ、うん、私はマジで慣れてないんだ、実際。いや、もうなんかバレてると思うけど。いや、でもそう、難しいよね。うん。あ、でも取れたね。取れたね。そう、取れた。この要領で取っていこう。なんとなくいけそう。うん、大丈夫だと思う。ほんと感覚でいいよ、ほんとに。で、失敗してもらって、今。で、ヒュッて、止めて。で、裏はやらんで。こっちはだから見えるもんね。見える。見えるもんね。見えるだからこっちとか真剣に深くてよくて普通にこう見えるだろうなってとこを、うん、なるほど、うん、行きます、うん、こんな感じか、うん、これなんとなくでいいよ、初めてだし全然。このクリームイエローっぽいのが、うん、まあ、若干全部ちょっと白かなぐらいになる感じ。なるほど、ね、完璧じゃなくても大丈夫、とりあえず全体に拭いていく感じ。こっちもいいの、うん、そっちも大丈夫。でも横も見えるから、うん、横も、うん、でもなかなかいいかも、いいかも。で、次反対、下側とかから、ここら辺から、うん、こうパーって拭く感じ。なるほど。ここら辺？そう、全部に当たれば、うん、大丈夫。オッケー。なんか雪にさ、雪の中に入ったイーブいました。かわいい。かわいいね。確かに。最初結構なんか粉雪っぽくなるもんね。うん。なんかここら辺の色でホワイトとか若干イエローを混ぜて作ればいいかもね、うんうんうん、そうね。で、一旦さ、私がさ、バーって作ってみるわ、うん、こんな感じだね、色ね。色ね、こんな感じで完成。カメラでさ、どこまで映ってるかさ、わかんない絶妙な差だけど、うん、うちらの肉眼で見るとグレーっぽくて若干黄色に入ってるみたいになってるけど、うん、そうね。今回はだから結構しっかりめでインパクトある感じですよ、うん。影の色がもっと濃ければ大丈夫だから、はい、いい感じやと思う、これ。あ、本当だ、いい感じ。なんか絶妙じゃない？こんな感じでね、こんな感じで進んでいく感じでね、はい、足も足いい感じじゃん。いい感じだよね。いいね、いいね、いい感じ、いい感じ。じゃあ今拭いたじゃん、うん、で、はい、うーちゃんとね、この前ワイワイ撮影してから実はね、今数日経ってます。本当はあの日に私終わらせたかったんですよ。それ目的で、可愛くてわりかしね、短時間でできるっていうのでね、この子をあの2人でね、選んだところだったんだけど、まあ、なんだかんだ終わりきりませんでした。はい、なのでね、今ね再開します。はい、顔のマスキングこんな感じです。なんかこれ卵みたいじゃない？卵、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 はい、できました。卵のごとく、じゃじゃーん。ちょっと
とおやつ、ミニエビカツバーガーとミニフィッシュカツバーガー、これお気に入りなんですよ。ちっちゃくて可愛いんですよ。はい、マスキング終わりました。マスキング終わって影の塗料も作ったので、影を入れていきたいと思います。顔のマスキング剥がしました。イエーイ。ほい、いい感じかな。いい感じ。はい、ここの尻尾の部分の外します。シュ。はい、最後体もペリペリ剥がします。うん、はい、できました。ほい、あと組み立てかな。はい、はめました。いい感じかもしれない。ちょっとパーツオープナーだけの時にね、ちょっとだけあれになっちゃったけど、まあまあいいでしょう。可愛いんで、可愛ければ OK。 はい、耳塗ってきます。シュ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 。無事ね、完成しました。しゃー、ちゃんと完成しましたよ、本当に。でね、ここにね、もうね、梱包もして袋にも入れて、あとはね、これからうーちゃん家に持って行ってプレゼントするという状況です、今。はい、なのでね、完成品はね、うーちゃんに渡すときにお見せしたいと思います。よし、じゃあ行ってきますね、早速。はい、うーちゃん家に着きました。先日ぶり先日ぶり間に合わなかったんだよね。そう、ね、それでね、ちょっとね、なかなか大変だったね。なかなかね、思ってたよりね。そう、でもね、うーちゃんが途中までね、頑張ってやってくれたんで、その後私頑張って仕上げたじゃないですか。まだ完成見せてないけど、ってことで持ってきました。ありがとうございます。はい、うーちゃんにプレゼントです。はい、この中に入ってるからね、開けようか。開けようかって、あの、じゃーんってして。じゃーんってする。え、私が、私がやる、じゃーんって。うん、よし、いくよ、じゃあ。はい、待って、え、これ本当だ、待って、これ開けたらもう生身。え、ど、ど、どうだったっけ、袋に入ってる。いや、プチプチがあるかも、みんな。あ、なるほど。じゃあ、いくよ。はい、いくよ。プチプチ、プチプチ、プチプチ。なるほど、じゃあ、プチプチも、シュってやったら、そう、イーブがいるね。これでさ、壊れてたらもう残念じゃん。確かに、うん、そうだよ、だからちゃんとプチプチ、今プチプチです。プチプチで大事にくるんでイーブを運んできてるからね。そうだよ、そうだよ、運んできたんだよ。じゃあ行きます、皆さん。1枚ずついくね。 あ、大丈夫。ちょっとね、ちょっとね、見えます。ちょっと見えてるね。ちょっと見えてる。もうね、出てきてるからね、なんか。ちょっと待って、え、めっちゃ可愛いんだけど。待って待って、可愛い、ほら、やばい。え、待って、触っていいの？いいよいいよ、全然触って。もうキラキラ。めちゃめちゃ可愛い。こんな感じです、皆さん。そうだよ、これ手動くよ。今ね、右手にしてる。え、動かすと怖いよ。そう、全然大丈夫だよ。でもね、一応このポーズが、うん、あのメインで塗った一応。なるほどね。そうそう、じゃあこうやってね、飾る。やばい、よかった。可愛いね。うん、いや、めっちゃこの子可愛かった。これね、こっちにもできるよ。うわー、待って、やだ、可愛い。これさ、手乗りいいよね、手乗り。え、めっちゃ可愛いね。ありがとうございます。よかった。じゃあ飾って。飾る。じゃあ私ね、うん、私のお部屋にね、うん、あのちょっとなんだけど、うん、そのポケモンのコーナーを作ってるのね、うん、あ、ポケモンのコーナー。そう、うん、あ、それそこのやつ。そう、そこのやつ。じゃあ飾ってよ。じゃあ今から飾ります。うんうんうん。え、やった。まるちゃん見てください。どう、どうです。お、すごいな、キラキラ。キラキラつけたの。私の要望をさ、そう、要望を取り込んだ。あ、でもすごいね。でもね、目の色もね、かわいいな。あ、ほんとだ、ほんとだ。茶色だったじゃん。すげえ、茶色だった。最初茶色だった。なんかちょっとアッシュっぽい感じにした。くすみ系の感じにした。めっちゃ可愛い。てか、ポケモン好きな人ってさ、みんな知ってるの？その色違い。ありがとうございます。あ、でも今回は本当にあげるんで。ありがとうございます。あげるんで。今回はありがとう。あ、うーちゃん、ね、うーちゃん、そう、僕のじゃなくて、あ、うーちゃんにあげます。ああ、ごめんなさい。返してくださいね。うーちゃんにあげました。一応これね、今回制作費が150。じゃあ今からね、飾ろう、飾ろう。あ、これホットドッグ見せる。一応もう一回並べて。確かに比較。ほら、こんな感じ、もともとね、ほら、こんな感じ、こんな感
ろう。じゃあ飾ろう。飾ろう飾ろう。ドキドキ。ガーンとかなったらさ、危ないからさ。ドキドキ。こんな感じでさ。この向きでいいと思う？あ、いいと思うよ。え、いいね。いいと思う。ここら辺にもまだ置けるしね。置けるね。置ける置ける。どうですか？首の位置変えられるのいいね。なんかさ、もいけるもんね。そう、だからこれ結局さ、これはさ、うん、フィギュアじゃなくて、まあ、プラモだったから、うん、動かせるのはいいかもしれない、確かに。とにかく良かった、遅れて。もうありがとう、うん、本当に嬉しかった、うんうんうん、本当に楽しかったし、ありがとうございます。もう楽しかったです、うん、バイ。またコラボしようね。うん、コラボしよう、全然しよう、楽しくね、やろう。楽しく、ゆっくりやろう。うんうん、はい、じゃあね、今日の動画はゆうちゃんに可愛いEV をプレゼントして大満足です。はい、ありがとうございます。うーちゃんのチャンネルでは私ん家のお部屋をね、うん、見てもらってもらったんだよね。遊びに来てもらったので、そう、その様子をねその様子を楽しくやってる様子が見れるので、うーちゃんの方のチャンネルも、うーチャンネルぜひね見てください。はい、めっちゃ可愛いんで、本当に中毒性ありますよ、本当に。ありがとうございます。めっちゃ悪い。ありがとうございます。ね、ぜひ遊びに来てみてください。うん、私の友達なんで。もう本当になんか友達って感じ。そう、友達だよね。フレンド、フレンド、同じだよ。じゃあ、なんでこっちを見た。同じだよ、大丈夫だ。フレンド。そう、フレンドなんで。フレンドなんで、うん、はい。こんな感じかな。はい、はい。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。